尤米，换血泉了，可是竟然是没有那个的耶。ミンノとは別れを済ませてきた。是血泉的视角，所以是这样子的样子。お前だけだ。この世に未練などない。しかし、こうしてお前と。那就是人间没有挂，没有牵挂了耶。我周围突然充满了强烈的斗气。これは。最後の忍びを咲かせよ。死之美是什么啊？眼中闪耀着逼人的杀气，全身上下散发出蒸汽一般的气魄，举起粗壮的拳头对着我，是拳头吗？你确定？構えろ。爷爷拿出他粗壮的拳头。お受けします。行くぞ。はい。两人之间的距离瞬间拉近了。爷爷粗壮的右拳打上了我的扇子。就是没破交手，爷爷的回忆就越来越鲜明吗？每个回忆都是宝物。おじい様！爷爷使出浑身解数。見事だ。おじい様。おじい様。这段是不是太偷懒？他其实蛮多段都这样子的，通常比较复杂的剧情就会这样带。只要都是女生的话，都是女孩子们的对话才会有那个画面。眩しいな。半蔵が太陽なら、俺は月だった。それは孫にも受け継がれているようだ。アスカが太陽なら。お前は好きだ。你的身体越来越透明了，胸口以下都已经消失了。どちらも世界を照らす光だな。俺は月の方が好きだ。太陽に比べれば小さいし、明るさも控えめだが、闇を照らす最後に残った光。小百合就不偷懒一下嘛，因为小百合有一个角色在里面啊。正义的定义根本因人而异吗？所以爷爷才会要我成为在黑暗中默默发光的正义。美しい月になれ。お前ならなれる。はい。わかりました。わかりました。さらばだ。ユミ。さようなら、おじい様。老婆晚安。私は月の正義をなしてみせます。おじい様の意志を継いで。半蔵の皆さん、櫓を壊しに来ました。お相手願えますか？ユミちゃんだよね。静かながら。跟爷爷粗壮的拳头对战之后，突然升级了吗？啊，まるで別人みたいだな。安心しろ、みんな。変わってないところもあるぜ。それはその色気。早早晚安啊。カツラギさん、おやめなさい。セクハラなんかしようものなら、冷たい。葛城真的很会。值得我们学习。冷たいやけどか、熱いやけどとどっちが上か、勝負してみるか。ユミよ。アムラちゃん、どうしてここに？
私の鼻は強いやつの匂いには敏感。会变乱斗吗？三个学校都在这里了。アスカ、残念ながらお前からは強者の匂いは感じなかったぞ。それはやはり。また私を引き合いに出してきた。ホムラさんはアスカさんのことが好きで好きで仕方がないんですよ。ユミ、お前バカなことを言うな。お二人はとてもいいペアです。だからこそお二人を倒すことでおじい様を鎮魂とさせていただきます。私たちだと？アスカはともかく私も倒すっていうのか。面白い冗談だな。確かにホムラちゃんは強いけど、私はもっともっと強いよ。ユミちゃん、それでもいいの？アスカ、待て待て。私を引き合いに出して話をするな。私はホムラちゃんの真似をしただけだよ。なんだと？それでは準備はよろしいですか？準備好了吗？これは燃える戦いになりそうだ。では参ります。この世の義風を力に変えて、天が落ちても大義をなす。ユミ、月の正義を舞い称えます。はい、それ。在这个场地哦。ユミ、鎮魂の夢に沈みなさい。哎呦！ナイス、直接登场哎。コムラ、舞い順次よ。いざ鎮魂の夢に舞い散る。受けてみろ。ビビっているならとっととうそろ。私は負けないよ。六つの打たせていただきます。お前に突き立ててやる。打たせていただきます。くらえ戦士を打たせていただきます。就是一打正中吗？我就在看一下有没有神弩要打。这场地好像没有神弩要打。哦，是。我靠！他们现在不会靠过来了，好烦哦。哎，我被后面那个打掉了。伤害怎么觉得有点低呀？哎，我路过而已哎。哎，我要不要先转身啊？先转好了。
来吧。什么东西啦，我才打飞你就能转。哦shit。你解决一只。他该转身了吧？哇靠！可以冲这么远啊！打错人了。你的叫声太激烈了吧，突然觉得飞鸟的叫声有点你在没有流鼻涕的情况下吃完压中排骨了吗？不错，你撑住了。他们在哪？啊，一个人。啊，飞鸟嘞，我怎么找不到人？嗯，怎么见了？卡点了啦。他有回复冷战这种东西啊，来打个机器人吧。他想起来在煲汤吗？哇靠，啊，飞超远的。有中吗？没中。
の正義、この雲を滅びなさい。油断だ。打線の力を受けなさい。那你往外飞又进来里面干什么？这么想要被关？这画面真的能播吗？お腹の調子がいまいちだったんだ。ヨミの作った海鮮料理に毒魚が入っていたのかも。人のせいにするなんてみっともないよ、ヨミちゃん。人のせいにはしていない。お腹のせいにしただけだ。いいえ、私も本当に勝ったとは思っていません。私たちの戦いは一度の勝負でつくものではないので。そうだね。まったくだ。というわけで、闪光真是精锐。这圣光。私の負けはカウントしないでくれ。这圣光真的很精锐。せこいよ、小村ちゃん。せこくなくて抜け人がやっていけるか。アスカさんは太陽、小村さんは紅蓮の炎、そして私は月。それぞれ違う光を発する者同士、これからも切磋琢磨して競い合っていきましょう。这是一个充满圣光的游戏啊。うん、次は負けないよ。おじいさま。おじいさま。私には二人のような競い合って高め合える友人が大勢います。安心して天国から見守っていてください。你比较喜欢月亮不喜欢太阳吗？飞鸟的声音还蛮好听的。还是你喜欢小百合呢？祭りもそろさてと、私も最後に気合を入れるとするかね。舞をひらめきました。太陽太炙熱了。但我比较喜欢春秋。就你是不要小看我们小百合吗？ヨミちゃん总裁喜欢小百合这型的吗？何よ。みんなって絶対すごいよね。絶対偉いよね。リョーナちゃん絶対そう思うんだ。はあ、絶対絶対ってちゃんと日本語喋りなさいよ。何言ってんのかわからないわ。もうわかってるくせに。みやびちゃんやゆみちゃんたちのことだよ。大切な人にちゃんとお別れをして前に進んでるもんね。料理ちゃんもこのままでいいのかな。另外一个喜欢他的可以是不是？なんとかするのはあなただけでしょ。爱他就爱他的全部啊。うんうん、リョーナちゃんも絶対そう思う。分かってるんだったらさっさとお別れしてくればいいでしょ。只喜欢表面是不行的。うん、それはそうなんだけど、料理ちゃんは。は？だからなんで料理が出てくるのよ。リョーナちゃんはいっぱい料理お姉ちゃんと遊んだし、いっぱいおしゃべりもしたの。だからもしお別れの時が来ても後悔しないと思う。きっとしても料理ちゃんは違うでしょ。料理お姉ちゃんに言いたいことがあるんだよね。我是比较喜欢两极跟李。あんたにそんなことがわかる。
你比较喜欢四季哦，四季还蛮可爱的啊。这小恶魔属性的关系吗？用也不错啊。黙りなさい、バカ犬。うん、リョーナちゃん、バカ犬だけど黙らない。两倍其实也不错，一点点傲娇。そうやって迷ってた。那就很替人着想。絶対後悔しちゃうんだよ。だから、リョーナちゃんがリョービちゃんのお尻を叩いてあげる。看是要用两奈打倒两倍了，两倍的养分都被吸走了嘛？可他转身的时候，罩杯会上升啊！哎。哎、欸，按错了。有了。哎、欸！出不去。都过不去。哎、欸。这关应该是没有神弩的吧？哎呦！他已经是因为上半身没有地方藏，只好藏在裤子里面。看看他，那我也变身好了。每次都觉得两奈跟四季应该是打对台才对，因为一个是天使，一个是恶魔装嘛。好顽皮的剪刀，哎，好了，
来来来来来，我就送你到这边去。哎，不急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 。再次。这卷轴精妙是就是会从各种意想不到的地方出现啊，你都不知道到底怎么藏在那里的。不觉得两倍真的就是人转之后的乳量跟轮转前的乳量真的差很多吗？两奈比起打人更喜欢被打吗？そんなこと分かってるわよ。だから何？到底？リョウビちゃんがリョウキお姉ちゃんに思ってることを言ってくれないと、ヨナちゃんがずっと叩くことになるんだよ。そんなの絶対よ。看完结局七天结束，设身第八天玩，等完就没，就主线就结束。リョウビちゃんに叩かれたいの。打到平台，白金我应该会私底下打吧。アスカに言われたの。リョウビの姉さんへのイライラは反抗期、甘えだって。我觉得拼白金的过程好像比较没那么有趣，就是很单纯在浓那个伤害啊，浓属性、浓等级而已，比较没那么有趣的感觉。リョウナ、あんたの言う通りよ。ごめんなさい。リョウビちゃんが。个人剧情到时候也会录啊，录一录。死んじゃえって言っちゃった。但先把主线玩完，因为明天后天开始是那个机器人大战。我已经预购了。違う。リョウビが姉さんに言いたいことは、ありがとう。ずっとお母さん代わりになってくれて、優しくして。其实我一直很好奇。見守ってくれて。他们那胸贴是什么牌子的、啊？都不会掉，超猛。そうだよ、そうだよ。やっと言いたい言葉が見つかった。リョウナとアスカ。对啊，白金最重要的是个人剧情跟商城嘛，商城要全买完，对不对？还要抽内衣抽完，150件还160件，不知道要抽多久。我觉得关卡这些都还算容易的。新しい技思いついたよ。これにしよう。祈りたちみんなのお話だよ。还有两个就把第七天玩完了。对啊，先上，内衣不用抽完哦，上片买完就好了吗？然后就容易一点。我东西快买了差不多啦，我一直都有在一边买。リョウナ、リョウビともう一度勝負して。え？姉さんに気持ちを伝えるのは言葉だけじゃダメだと思う。姉さんがリョウビたちの前に現れたのなんで？ただリョウビたちと会いたいから。うん、違う。忍びの盆踊りで勝負するため。そう、
姉さんは料理たちに強くなることを望んでいる。哦，对，有的过场动画是隐藏的。有一些是衣服限定的，不是吗？我已经有解那个夏威夷衬衫的了，还不知道还有哪些。それが料理たちの。姉さんへのありがとう。有的好像要自杀才会拿到啊。そうだね。それじゃあ、リョーナ、やるわよ。本気の姉さんと戦う前に、お互いに。那些商品应该没有藏在单人剧情里面吧？应该都在主线就可以解到才是。我在想。若犬、全力出しなさいよ。本気の姉さんと戦いそうになかったら、あんたは一人で留守番だからね。料理ちゃんこそ。浴巾我有啦。白色泳装我不太确定。料理お姉ちゃんの本気には通用しない。それじゃあ全力でいくよ。可是浴巾不会破啊，浴巾是一个不会破的道具。What？ 好久没有看他消音了。What？ 你也来。你们不要因为不想要想台词就这样子啊。太懒惰了吧，制作组。可以再懒一点没关系啊。我这次想要用这个，什么？努力没有改变。啊，用错招了。他应该要努力改变的啊。啊，没有让你们没有看到卷轴，顽皮的卷轴。今天休息一天，刚不小心被我按掉了。不是应该要命区也要有吗？哎，偷偷开大招，康特好贱！又来了，太会了吧！该轮到我了吧？哎，我发现那边有神弩，哎，这过得去吗？
现在还有吗？不会刚刚就是在打前面一场局的时候也是这样可以过来吧？对，这边有一处，我就知道。来找你了。这姿势到底看了好几次还是觉得很惊的，每次只要看到两位自己暴击就觉得心脏有点痛。太前期了，这真的可以吗？你看我还活得好好的、啊，应该可以吧？すごかった。リョーナちゃん死んじゃったと思ったよ。ちょっと大丈夫？看见天堂了。天国って嘘でしょ？昨天没看，应该就去司令分局档案说明了吧？警察还有请我吃咖喱饭，吉野家的咖喱饭。力を引き出してくれたから、あんたが必死にかかってきてくれたから、料理も今までにない力を出すことができたの。力。听到关键字了。そうだ。よかった。料理ちゃんの力になれて。料理ちゃん。你也感受到他的吉卡拉了吗？还是你的眼中只有天堂？还是我已经被检举了？其实现在画面是黑的。画面显示本频道已被停权。ただ、あんたがバカ犬とは思えないほどの中堅だったから、あまりにも哀れすぎて涙が出たのよ。忠犬两赖是什么东西？何が忠犬リョナコよ。本当バカじゃないの？はい、リョナちゃんはバカです。设定上两赖是姐姐，对不对？姐姐有这么天才呆的属性，这分数好高啊！リョナ、あんたが姉でよかったわ。リョーナちゃんもリョービちゃんが妹でよかった。それじゃ行こうか。リョービたちの気持ちをちゃんと伝えに姉さんのところに。うん、行く行く、行っちゃう。リョーナちゃんも一緒に行こう。我去找姐姐了。找姐姐的话是要用谁跟她打？应该就是要用两倍吧。用两倍就辛苦了。